皆さんこんにちは、ちでございます。88のオールドビレッジストーリーやっていきましょう。東に行けということは、この道の険しいところに行けるということかな。そうか、俺たちのために水車は谷に行かなか。くれぐれも気をつけて行けよ。あそこには悪い魔女がいるっていうもっぱらの噂だからなと。行けんのね。ああ、ローディング入りましたね。あ、ここは登れないんだね。一本道でもないのかな。おお、狭いけど、この引っかかりがね、すごい。すごく引っかかるんですよ、これ。そう思うと、他のゲームでここまで引っかかりがないっていうのは、他のゲームは、渡れないのか。登り渡れないの、この子、巨弱気だな。リサリサさん、巨弱気だね。他のゲームはそこら辺ちゃんとやってくれてるのを気づかなかっただけなのかな、今までは。私は、うわー、上り階段が上れないという、すごく虚弱気なリサリサさんですわ。ということは下に行っちゃダメなのかな、序盤で。これ全部あるの上の階段だもんね。あ、でも多分右に行けってことだね、これね。これは多分行けないのかな。シフトキーをしてもダメです。あ、いけません。あ、そうか、勢いつけていったらいけんのこれ。あ、いけないね。シフトキーを押しながら勢いつけていったらいけんのかなと思いましたけど。ああ、これやっぱりあれだね、下先行っちゃダメなんだわ、きっと。あ、洞窟来た時にセーブしとけばよかったね。ああ、降りちゃった。あ、いや、吸い込まれたわ今。ある程度近寄るとどうなんだろう。じゃあ下行くとこまで行ってみようか。まあ積むようには作ってないと思いますんで。うわー、登れないんでしょこれも。あ、いいとこまで行くんだけど最後で登れないようにプログラミングしてんだよね。うわ、あ、なんか出てきた、なんか岩みたいなのが出てきたね。ああ、一応ちゃんと演出入れてんだね。登るのも時間かかって上がるように。多分ね、帰りはこっちまで寄らないといけないかな、そんな気がしますね。これも登れないんだよね。あ、まだ下行ける。あ、ここ一番最初のとこかな。あ、そうだね、ここ一番最初のとこだね。だからおそらくですよ、東に行けないと、行かないといけないんですけど、もう最上段から行かないといけないということだね。そうしないと、これ階段吸い込まれるんですよ、これ。今見ました？あ、これ、一個、下行くようになってるんですよ。ひっとい仕様だな。あ、でもここは行かないといけないのか。で、上、どんどん、もう右上を目指しましょう。で、こっちは行けないんだね。こっち確かダメだよね。で、こっちはいける。あ、いけるか。お、ああ、で、またここで下にずれ込む、引っ張られるようになってるのか。だから、あの、下ギリギリ歩いてたら落ちる仕組みなんだよね、これ。あ、これ落ちるんじゃない。あ、落ちないか。お、広いところ出たね。もう何でしょう、ぼやきだね、またね。ここまでのね、進捗が楽しかったらね、これでも、おっ、そんなことやってんのかーって言い方は違うんでしょうけどね。今までの進捗を考えたら、そんなことなってんのみたいな感じになっちゃう。いやー。あー、なるほど。罠に引っかかった。あ、でもここまだ親切だね。戻ってやり直してこれるから。これそんなに、結構ね、プログラミングに構想されてると思うんですよ。あんなことだけするだけに。ほんでこれかい。ほんでこれかいな。ほんとね、この無駄に時間だけさせようっていう、プレイ時間こそ至福みたいなね、考え方がちょっとね、もうほんと古臭いんですけど、いや、でもイースでその考え方なくなったはずなんだけどね、業界で多分。あ、でも根強く残ってんのかもわかんないね。っていうか、
いいの作れないともうそこでしか稼げないもんね。プレイ時間伸ばさせるのはもうそれほど難しくないと思うんですよ。あの意地悪なことしたらいいだけなんで。ただそれでね、プレイヤーにプレイヤーを逃がしてしまうのかどうかっていうのは大事な問題だと思うんですけど、あ、これやっぱり罠だな。これまた落とそうとするんだよな、これどうなる。あーでもこ、あーダメダメだね。あそこ行かないといけないのか。え、これこそシフトかな。あーダメだわ、シフトじゃダメだね、落ちたね今ね。お、いったいったいった。おー、ひでーひでー仕様だなこれ。今吸い込まれたよ。あ、落ちていくのかこれ。おお、ひでー、めちゃくちゃひでー仕様だ。登れない、これいけんのかな。てかイヤリングにしたらなんかあったりしてね、実は。あ、ネックレスか。これシフトキーを押しながらだっていけないかな。お、いった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 。あ、シフトキーを押しながらがいいのかな。お、いった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 。うん、あ、違うわ。安心だけさせて本当にやらしいな。これも行き止まるの、行き止まるんじゃない？そんな気がしてきたんだけどね。ほら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 。で、どうさせたいんだろう。どうさせたいんだろうね。今度もダメかな。あ、あ、来たわ。あ、これか。もう途中に宝箱があってもいいや、もう。ないでしょ、このゲームだったら。いや、ほんと印象って大事だね。あ、なんか出てきたね。一応セーブしておこうか。おお、魔法陣だ。おお、で行ったら何かあるのかな。あ、行った。こんなところに水晶が置いてあるわ。多分これね、あいつが取ってこいって言った水晶はと。リサリサは魔女エンドラの水晶を手に入れた。あ、そうだ、コメントでもねいただきましたけども、このゲームの、パッケージですか？パッケージの絵と、パッケージの絵がすごく綺麗なんで、このリサリスさん見たときに、同一人物には思えないっていう、のがあるんですけど、確かに。そうですね。ね、早く、早く街に戻らなきゃ、魔女に見つからないうちに早くと。あ、で、逃げるのか。で、魔女に見つかったら、怒られるのかな。でもこっちも行けるんだよね。あ、もうこっちはここまでか。そうだ、これ当たり判定なんですけどね、これね。今度私この当たり判定をね構築しないといけない、いけなさそうなんです。私もうシューティングゲームとかには手を出さなかったんでね、まあ、シューティングゲーム嫌いなんでね、まあ、シューティングゲームだけでもないか。当たり判定ね。できるかな、ちょっと心配なんですけどね。ただまあちょっと面白そうだなと思ってるんですよね。あとはそこに工数出るかどうか、ちゃんと見積もれるかどうかだね。あ、しまった、すんなり降りたってよかったのかな。降りちゃうとのもう登れないんですけど、あ、でも逆に言ったらあれか、もう降りまくって下から上がるっていうのも一つの手なんだよね。あ、ここ、あ、もう帰ってきたわ。早い早い。慣れてると早いもんだね。メート。お、あ、そっかそっか。で、この水晶を持ちながら喋らないといけないんだよね。でもこれ RPG じゃなくて今回のアドベンチャーゲーム？
で、ああいう迷路とか、渓谷とか、歩いてると、ただの移動に障害物があるだけだから、ちょっと苦痛だね。敵でもいてね、バシバシするんだったらいいんでしょうけど。おう、まさしく、これは、魔女エンドラの水晶だ。その水晶とお前のネックレスを王様によこせば、お前の魔法を解いてやろうと。あ、でも私だけの魔法だけなのかな。ほら、早くその水晶とネックレスを俺様によこさんかと。あ、これはリザリサさんなんだね。ほほほほ、この水晶さえあれば俺様は世界一の魔導士になれるぞと、俺様が世界の王になるのだと。なんだと。あー、罠かざまだね。わー、こいつは魔女エンドラ、バカなと。相変わらずバカなやつよ。その娘からネックレスを奪わなければ、私はお前たちに手を出せなかったもの。と、おお、一枚上を言ってたんですね。この私から水晶を盗もうとしたものがどうなるか分かっているんだろうね。と、あんたは牢人形になっておしまいと。ダムドディムドドゥロ。これ別に牢人形になる。お前も牢人形にしてやろうかってね。閣下が言ってましたけどね。はい。リサリサよ、お前の探しているシオンをさらったのはこのあたしさと。お、話早いね。この男を返してほしけりゃバルドの洞窟までもう一度来るんだね。ヒャッヒャッヒャと。味方じゃなかったんだね。味方かなと思ったんですけどね。期待したんですけど。おい、あ、老人形になっちゃったんだね。で、町の人溶けてんのこれ。え、私服装変わってないか別に。ああ、もう老人形になっちゃったんだね。戻ってないよね、多分。ほら、戻ってないわ、結局。もう一回、おいでよと言われたんだね。で、私は、一応イヤリングはめてみましょうか。え、お嬢さん、またバルドの洞窟に行くのかい？悪いことは言わないから、恋人のことは諦めて帰った方がいいよと。あ、この人大人だね。自分のことはもうどうでもいいよって言ってんだよね。またまた鬼畜みたいなメール行かないといけないのか。鬼畜とまでは言わないけど。いや、なんで吸い込むようにしてんだろうね、これわざと。その理屈が分かんないね。落としたいだけっていう。あれでも吸い込むロジックわざわざ作ってんだよ。工数割いてんだからね。時間割いて作ってんだから、なんでだろうなって思っちゃうんですよね。ついつい考えちゃうんですもん。これ職業病なんでしょうね。費用対効果を考えちゃうんですよ。そんなロジック作ったからといって、ユーザーがどの程度の効果を見込めるのみたいなね、ユーザーのプレイにねって思っちゃうんですよね、私ね。ついついね、もうこれは職業病だと思うんですけど、あ、やっちゃった。職業病だと思う。あ、でもこれは開発者、にんまりですね。これ見たことかっていうような感じだと思います。でもこれ待ってよ。これは行かなくていいんだっけ？あ、でも行けんだね。あで、これか。まあまで引っかかっちゃったね。なので、あ、これをさせるためのか、これを期待してるのか、あの仕組みは。ねえ、今度私がね、ざまって思われてるんでしょうね、きっとね。で、これで、こっちでいいのかな。ああ、こっちダメだね。急がば回れなんだよね。あ、そうだ、あのね、今 YouTube で、あ、私知らなかったんですけど、つい最近知ったんですけど、 YouTube で8番出口っていうゲームがあるんですか。まあ読んでたら、アンリアルエンジン、あのエピックさんのアンリアルエンジン8っていうのが今あるんですね、バージョンがね。それで作ったっていう、言うと地下鉄の通路なんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね、本当に。いやー、コンピュータグラフィックの世界も、もうここまで来たかって、
ねえ、いう感じ。え、アンリアルエンジンは無料で使えるのかな。あのユニティは無料で使えますよね。ちょっと前に大炎上しましたけど。ねえ、いやー、ほんとね、もうコンピューターの進化がね、ハードウェアの進化はもう結構、まあハードウェアの進化というか、あの CPU の進化はもうちょっと頭打ちになったかなと思ってたんですけども、ハードウェアじゃないや、あのね、グラフィックの方とか、まあ AI とかね、いやいや、コンピューターの進化はまだまだ止まらない気がしますよ。私個人的にはね、まあ、今年は私の中では勝手に今年が AI 元年と思ってるんですよね。何年か前に AI 元年言われてましたけど、その頃全然でしたからね。と思ってるんですけど、来年はね、VR 来てほしいなと思ってるんですよね。はい、喋りかけましょう。あ、喋れない。なんで？あ、こっちか。ヒャッヒャッヒャ。お前の大事な人はそこさ、ヒャッヒャッヒャと。シオンを返してと。ヒャッヒャッヒャ。こいつはただのおとりさ。そう、あんたをここに連れてくるためのね。そうだね。用がなくなったらこいつはこうしてやろうと。世界の果てまで流れていっておしまいと。なんかシュールやわ。あ、シオンと。これね、あ、もう今ローディング入ってるんですけど、まあいいか。コンピューターの処理が困っ、どうしようもなかったんだね、今のね。なんかシオンさんと、まあ、リサリサさん二人ともフリッカーとか点滅しちゃったのはね、もうどうしようもなかったんだよね、あれ。私はあんたの体に用意があるのさ。さあ、私の可愛い手下たちよ。そこの娘を捕まえておしまいと。まあ、これアドベンチャーゲームだから捕まるんだよね。あららら、なんか右行ったらこうなっちゃった。これも勝手に動いちゃってるんですけど。あ、一応、抗えるのか。うん。もうでもこうするしかないよね。と思ったらいい時間になっちゃいました。おー、すごい流れていった。もう夏がまんまですね、これね。一応抗えるのか。抗えるけど、まあ。あ、でもなんか、えらく芸風が変わった気がします。あ、ここは抗わないといけないのか。あ、なるほど、なるほど。じゃあね、このぐるぐる待ってる状態で終わっておきましょう。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。